毎日20時讃岐うどんのお時間です。ということで薬タウンです。どうぞよろしくお願いいたします。今日紹介する動画で合計399店舗のお店の紹介となります。ということで今日向かっているのは香川県観音寺市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は観音寺駅で 2.8 キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしてはカマキリさんであったり小八うどん観音寺本店さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日はうどんすきさんの方へ向かっていっております。それではこのうどんすきさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.04 点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間は早朝5時半から8時半まで、中休みがあって11時から14時まで、定休日は毎週火曜日です。駐車場は約15台分あります。おすすめはぶっかけうどんです。2021年の6月に住宅地にできた新しい讃岐うどん屋さん、地元民に朝から使ってほしいということで早朝5時半から営業を始める希少なうどん屋さんです。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。すごいストレートなお店ですよね。うどん好き、うどん好き、どっちもいいみたいですよ。じゃあ入っていきます。こんにちは。いらっしゃい。どこでもいいですか？いいよ。はい、こちらはサービス店となります。どこでもいいですね。ここにします。はい、はい、いらっしゃい。よいしょ。じゃあかけと、かけの小とぶっかけの冷や小で、あとおでんも取っていいですか？どうぞ。はい、ありがとう。それではおでんも取りに行きましょう。田楽味噌と練りからしをかけていただいていきましょう。店内はこんな感じになってます。カウンター席がお店の壁側に並んでいて、真ん中にテーブル席があるこじんまりとしたお店です。はい、お待たせ。はい、かけ。はい、いただきます。ごゆっくり。はい、それではいただきます。麺はもちもち食感で程よいコシのある中細麺でした。表面は滑らかで伸びのある麺です。店主さんの親父さんが小八うどんの琴平店をやっていたということで、その技術やノウハウも受け継いでるうどん屋さんとなります。
出汁なんですけど、まず最初に出てきた感想が熱いっていうことでした。今まで食べてきたどのうどん屋さんよりも熱々でした。で、個人的には汁物は熱ければ熱いほど美味しいと思うタイプなので、そこがすごく好きです。味は芳醇でカツオの旨味が効いていて、優しく飲み干せるような出汁です。天かすは別皿でつけてくれています。乗せていただくと油のコクも追加されて、それも美味しくいただけます。それではつくねのおでんもいただきます。食べ応えのあるつくねに甘い味噌が合うんですよね。で、このお味噌にはうどんの出汁が入っているということで、甘いだけじゃなくて深さがあります。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。じゃあいただきます。ぶっかけ、ぶっかけ。はい、もうこれぶっかけ出汁全部かけちゃってもいいぐらいですか？うん、入っても構わない。はい、うん、ありがとうございます。大根おろしに生姜に天かす、ぶっかけ出汁があるのでかけていただきます。冷たい麺の方はやっぱりあったかいのと比べて全然違いました。キュッと締まってよりコシを感じやすくなっています。さっぱりなぶっかけだしにサクサクの天かすを麺に絡めて一緒に食べるのがすごく美味しかったです。この動画にいただいたコメントのコメント返しはサブチャンネルうどんタウンの方で、明日直接口頭でコメント返しの動画出したいと思うので、ぜひそちらもチェックしてください。そして動画にしてほしいっていうお店の方であったり、行ってほしいお店がある方は概要欄の方に載せてあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今日の動画で讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。かけとぶっかけ両方いただいて思ったのが、暑い日はぶっかけが抜群に美味しいです。で、逆に朝とかはかけで優しくいただくのがいいのかなって思いました。なんといっても早朝5時半から営業開始っていうのが香川でもかなり珍しいので、うどん巡りの1軒目にもおすすめです。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとう。920円。はい、そしたらどうもごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。ありがとう。私たち大人になったらちょっと優しくなれたら、あんなにそぼつく君に子供に見せるなら、私は無駄間違いな政治に張り詰め込んで大嫌いな君に戦いに行くよ。